ードラゴンか結局エンダードラゴンは、悪魔雪と天使赤羽によって滅ぼされたのであった。うおっと、危ない。誰だ、僕を狙っているのは。雪さんが僕に青いっていますね。あ、違った。牛を狙っていたのか。そうですよね。牛狩りは紳士のたしなみですもんね。とりあえず矢と牛肉は僕がもらっていきますよ。漁夫の利ですな。さっきからすっごい冷たいんですけど、遊びの領域を超えた量の雪玉をぶつけてくるとはいい度胸だ。雪合戦、いいえ。これは戦争です。待ちなさい。雪さんの背中に雪入れてやる。あ、なんだ。牛を狙っていたのか。雪玉バルカンは紳士のたしなみですからね。しかしですね、他の人を巻き込まないでいただきたい。今 TA さん雪玉攻撃食らってましたよね。TA さん戸惑っているんじゃないですかね。この状況で一体何をすればよいのか。初めてこのサーバーに来ていきなりこの状況ですから。でもね、多分誰も助けてくれないですよ。なぜかって、ここにいる全員が今何をすればいいのか分かっていないから。すべては突然の衝動と単なる思いつきです。また雪玉が。今度は本格的に僕を狙ってるな。待ちなさい。ああ、天使と悪魔の戦争始まっちゃったよ。しかもお互い全然当たってないし、これ周りに被害が出るだけの単なる迷惑行為ですよね。楽しそうです。ここで初めて TA さんとご挨拶。ふみさんのお誘いでゲスト出演です。ジエンドを我がバイオームに染め上げるシリーズを、ウプしている方ですよ。ってなんだいきなり。エンドラの卵が降ってきたぞ。卵だらけになってしまったなぁ。こんなに卵だらけにしてどうするつもりなんだ。供給が需要をはるかに上回っているんだよなぁ。せっかくだから、ここをムーシュルームの牧場にしちゃいましょう。きっと豊かなエンドラの卵に恵まれて、力強く生きてくれるんじゃないかな。そうそう、ここからはゲームの音はなしでいきます。実はですね、この動画の録画中に、TA さんのニコ生を見ていたんですよ。その結果こうなりました。なんだこのワールドいろいろカオスすぎ、わら。ふみさんの研究所に。なんだこのオブジェは。思いっきりニコ生の音声が入ってしまいました。ということで音量なしでやっていきます。ふみさんの回路実験室の入り口が開いている。あれ？回路とか壁の文字が全部なくなっている。すべてを消し去って逃げたのか？って入り口閉まってるし、閉じ込められちゃった。誰だ僕を隔離したのは。今日はやたら雪さんがいたずらしてくるなぁ。遊んでほしいんだな。ピラミッドを見ていたら新しいものを作りたくなってきました。レッドストーンを使ったピラミッドなんていかがです？パワードレールとか使えば面白くなりそう。完成する前からトロッコで遊び出す人たち。線路を敷いている途中なのにトロッコが走り出す。ムーシュルームメリーゴーランド的なものを作ろうとしたけど、もうすでに村人が回っています。バラの花を植えて綺麗に飾りましょう。徹底的に赤色で攻めていくスタイル。またエンドラの卵が増殖しているよ。赤ピラミッドはこれくらいにして、鉄を使って研究所みたいなのを作ろう。なんだか久しぶりにまともな建築になりそう。あくまでそんな予感がするだけです。まあ、このワールドでは大抵の予想は外れるんですけどね。ビーコンのビームを装飾にしてみましょうかね。赤ガラスでレーザーみたいにしましょう。またエンドラの卵が降ってきてるよ。今日は本当に卵日和ですね。赤ピラミッドが卵まみれですよ。屋根に巨大キノコをつけて完成です。キノコ研究所天の弱サーバー支部です。TA さんがレンガで何かを作り始めました。どんな建物を作るのでしょうか。周りのことは気にせず自由に作ってくださいな。なんだか僕もレンガで何か作りたくなってきました。よし。TA さんに負けないくらい立派なものを作ろう。さっきからホモホモうるさいぞ。もうこの時点で豆腐建築になることはありえないですね。十字に置いたレンガは果たして何を生み出すのか。鉄格子でおしゃれにかっこよく決めろ。ネザー水晶鉱石はレンガによく合う建築素材だ。色ガラスでちょっと可愛さも出してみる。かっこよさ、可愛さなど、複数の要素を取り入れることで、複雑で深みのある味わいが生まれるのです。ゆきさんとあっきさんが、焼き鳥と焼きイカを作っていますね。お祭りの屋台かな？こちらも建築が進んできましたね。今のところ互角ってとこですかね。この建築バトルはいい勝負になりそうです。個性的な色のブロックを使うのは難しい。ネザーレンガやプリズマリンなど、これらを自然に使いこなせれば、その人は立派なデザイナーである。マグマと水の共存がポイントですな。複雑な家庭環境って感じがします。もうめちゃくちゃだよ。あっきさんが焼きイカを作っているのを見て、僕も焼きイカを食べたくなっちゃったから、イカのスポナーを設置しました。でも水がない場所にもスポーンしちゃうんですよね。おかげで干上がったイカだらけになってしまいました。せっかくなので中も見せましょう。まあ、外から丸見えなので、中の様子は大体想像できていたと思いますが、ゆきさんが TA さんの家の隣で建築を始めました。建築バトルの始まりですね。おや、あのカーペットはどうして宙に浮いているのかな？よく見たら下に雲の糸がある。なるほど。糸の上にカーペットを乗せているのか。いいテクニックを知りました。せっかくなので僕も近くに何か作りましょう。たまにはかっこいいもの作りたいな。フロントガラスってちょっと難しいな。なるべくスタイリッシュに作りたいけれど、ガラスが多すぎると幅が広くなりすぎる。でも少ないとカーブを表現しにくい。そんな板挟みの状況に苦しむ紳士がここに。さっきからあっきさんがじっとこちらを見つめている。興味があるのだろうか。なるほど。ちょっと悩んでいたのね。作るもののアイデアがなくて困っているようです。なるほど。ゆきさんは何も考えていないのか。僕もちょっとアドバイスをしました。つまり特に何も考えていないのです。ごめんね、いいアドバイスができなくて。多分ふみさんと赤羽さんに聞いても、有効なアドバイスはもらえないかもよ。直感的にそう思う。間違ってたらごめんね。その後、何でもいいからブロックを置いてみるといい、とアドバイスしました。まずネザーラックを置いてみよう、と提案したのですが、ゆきさんにそれは浜野さんだけです、って言われちゃいました。いいじゃないかネザーラック。あの色、あの質感はいろんなものに使えるはずだぞ。僕の飛行機もだんだん完成に近づいてきました。今にも TA さんの家に突っ込みそうな飛行機です。翼でゆきさんの家もなぎ倒しそう。完成前から不法に登場している客は、別の方法で空へ送り出します。天に送って差し上げましょう。できました。乗り物系を作ったのは今回が初めてですね。いつかサバイバルでもこういうのを作れたらいいなぁ。あ、でも編集している今気づいちゃいました。ミサイルつけるの忘れてた。まあいいか。いつかミサイルつけておきましょう。いや、こんなことを言ったら、誰か他の人がつけるかもしれないなぁ。まあ、どうにでもなれって感じです。では中に入ってみましょう。なんと中には人参畑があるのです。おっと、コップンで成長させるのを忘れていた。パパッと育てちゃいましょう。ではコックピットに行きましょう。なんと可愛らしいウサギちゃんたちがお出迎え。そうです。ここは飛行機の形をしたウサギカフェなんです。天の弱サーバーにも癒しの空間を。ウサギとかモフモフで可愛すぎるだろ。こんちくしょうめ。どこにカフェ要素があるのかって？飲み物は？コーヒーは？紅茶は？畑の水でも飲んでなさい。軽食は人参のみです。さて、何を作ればいいのか困っていたあっきさんは、あの有名なキャラクターを作ったようですね。なんかね、遠くから見ると、あ、ギョロちゃんだ、って思うんですけど、近づいてみるとなんか気持ち悪いですね。僕のアドバイス通りネザーラックも使ったようです。素材選びが素晴らしいですね。全体的にブツブツしているんですよ。このキョロちゃんは皮膚科に行くべきですね。ひどいものを見た。そういえばまだキノコ研究所の中を見せていませんでした。研究所ってなんだかワクワクしますよね。鉄ブロックだけでなく、模様入りネザー水晶も使ってみましたよ。そして中央の赤い光の中には、実験台のムーシュルームがいるんですよ。この施設の生物学実験により、いつかスーパームーシュルームが誕生するのです。という設定。あとついでに盆栽。ユキさんの家もかなりできてきましたね。でもなぜかモンスターハウスと化しています。ビーコンあるから室内は十分明るいはずなんだけどな。なんでこんなに湧いているんだ。あとなぜかやたらとクリーパーがいる。いつこんなにクリーパーが増えたんだ。これ絶対誰かがスポーンエッグ使ったな。とりあえず天に送り出します。 TA さんの家もかなりできてきましたね。そうだ、今 TA さん生放送中だから建設中の家の近くにあれを作ろう。そしてそれをニコ生の画面に映してやろう。夢の国の月種類的なものを作ってみよう。またエンドラが召喚されていました。今回出番多いな。特に意味のない黒線を作ってと。完成しました。ミキマスオさんです。母、夢のない現実の国へようこそ。もうこの光景も見慣れましたね。そういえばこのエンドポータルって、エンドからこっちに帰ってくる時に使うポータルですよね。こっちの世界でこのポータルに入ったらどこに行くのかな？あ、エンドに行くのね。なるほど。普通のエンドポータルと同じなんだな。ってどうしてこうなった？エンド崩壊しているじゃないか。こりゃあ地獄絵図だな。またエンドラの卵いっぱいあるし。これはどういうことだ。ポータルもいっぱいある。それだけ多くのエンドラが犠牲になったってことか。わずかに残った土地にスポーンするエンダーマン。もう彼らの居場所は少ししか残っていない。では帰りましょう。このタイミングでエンディングとは。いや、そういう演出いらないですから。なんか増えてる、わら。何が増えた？ TA さんの建築もそろそろ終盤っぽいです。そこで僕は TA さんの家からの景観を悪化させるために近くによくわからないオブジェを作っています。よしできた。エジプトの神っぽい鳥、パピルスとかに書かれていそう。紙作ってみました。これでもいいのですが、もう一押し欲しいですなぁ。ってことでひよこ作ってみました。ひよこ紙の完成です。ひよこが脳みそ、カニは体。これ全体で一つの生物。芋虫の頭を作ってみました。と言ってもかなり神格化された芋虫ですけどね。頭の赤いのは触覚です。さらにすごい光景になってしまったなぁ。とても居心地のいい空間ですね。このカオスっぷりがなんだか心を癒します。そうそう、他の人がウプした天の弱サーバーの動画も、ぜひ見てくださいね。別視点から見れて楽しいですよ。今回登場したメンバーのチャンネルは、僕のチャンネルページのリンクからも行くことができるぞ。未知なる動画を探しに冒険に出かけようではないか。ぜひチェックしてみてくださいね。青鬼の動画も見てね。マイクラに関係ないけどさ、露骨な宣伝をする権利だ。